もじゃあ、前の動画の通りね、ウッディードペッカーの方今度は組み出していかな。これでおかげで今日1日で N ゲージのデカール4本なんだよな。さすがに最近機に作りすぎただけはありますね。ちょっと待ちくださいね。袋が広がっちゃってる。よいしょ。ちょっと待ちくださいね。ではやっていきましょうかね。一応今回はね、また下から順に行きたいと思います。すいません。で、一応、状態としてはもうガラスだけはすいませんが入れてます。じゃないと、ここのつまめながら固定する都合じゃね、これ入れないと、固定できなかったんでね。でも今現在一応、もう、あれこれ1時間ぐらい経ってるんですけど、発火してないんで、組み立てると思います。で、現状言います。ホロはなくし、ガラスがございません。はい。この2両のうちの左派のどっちかのガラスとホロが1個分欠品します。これは後でどうにか、買うなりなんなりしたいかなと思いますね。で、これ先に1両だけ落成した、5号車扱いですね。一応、本当の両車で言うと7号車か、2号車になるのかな。一応ね、モハ103の、種車は767のところですね。まあ、そこが一応ね、今、真ん中にね、なんだっけ。真ん中の左派が入ってた部分に、あいつらが入っちゃう影響で、なんだっけな。スパイダーマン入っちゃうけどね。まあ一応これ今6両編成なんですけど、まあ後々ね、もし種子がもう一回集まれば、組み立て、また作ってみたいかなとは思います。よいしょ。では一応下から行きましょうかね。一応これ、ごめんなさい。これ、先頭車こっちっすね。ですね。これ思いっきり全部逆っすね。よいしょ。こうっすね。一応これで多分ね、編成合ってると思います。上から1、2、3、4で、こっちが6っすね。多分これなってると思うんですけど、違ってたらすいませんね。一応そうですね。デカール貼った感じ見ると、多分合ってると思います。まあ別に床下なんか組み立てるぐらいなんで、多分問題はないと思いますね。一応、クファから順に行きましょうかね。てか思った、これ台座邪魔じゃね？よいしょ。これってちょっと避難する。ってわけでじゃあ行きましょうかね。まあどうせこいつら今回言ってもライトユニットとかレンズ入れるだけなんで結構簡単なんですよね。これは別になんか TN カップラー関係ないですか。では行きましょうかね。よいしょ。あれ、こんな前面入りにくかったっけ。そうですね、全面のここ、危ねえ。ここってこんなに入りづらかったですかね。一応ちゃんときちんと入らないので。そうですね。まあ修正しながらになっちゃう。ちょっと申し訳ないですけど。あれ、こんなに入れづらいっけ？前回覚えてねえんだよな、俺。まあ抜くのはそうすか、簡単ですからね。勢いでバーコーンって抜いちまえばそれだけなので。ダメだ、全然入る気配ねえ。合ってると思うんだよな、これで、位置的には。あとはこのレンズたちが入ってくれることを願うしかないんですけど、入る気配がなさそう。あ、入った入った入った。で、テールライトのプリズム入れてあげて。で。これで OK ですね。最後屋根だけ取り付けてあげて。まあ、ところどころね、こういう風にオレンジとか剥げちゃってるんで、うわぁ、剥げちゃって。トップコート吹いたんだけど、変に固定されちゃいました。まあ、しょうがねえわな。まあ、そういうところ、インレタ切りミスしたりしてて、まあ、ちょっとぐらいはね、こういう風にあるんで、まあ、次やるときに気をつければいいっすかね。ショッキー。一応、こんな感じですね。まあ、ところどころ、下地消さなかったんで、もうオレンジ色丸出しなんですけど、まあ、一応、デュッドペッカー号ですね。まあ、上から見たら丸出しっすからね。特に今ここちょっと全面剥げちゃったんで失敗しちゃったんですけど、まあしょうがねえわな。しょうがねえわで乗り切るのが俺だ。よいしょ。一応これ6号車ですね。あ、ちょっと一応全部一緒か。こんな感じですね。つま、側面に関しては一応なんつうの、同じなのでこんな感じですね。で、一応全面がこんな感じ。まあ全面も一緒なんでね、こんな感じですね。で、一応5号車ですかね。
こんな感じでございます。これは元々の終わっている車両ですね。だからこれ一応全部デカールに関しては1両と同じあの車両なんで結構わかやりやすいですね。で、よいしょと。で、ついてモハの相方ですね。これかな。こいつらはでもそうですね、そろそろ穴開けできそうですかね。まあこれは一旦明日にでもやりましょうか。今日はちょっと疲れちゃったんで。あとは YouTube 見ながらゴロゴロ過ごしたいですね。今回全部もうホロモン入れてるんで、あ、ラッキー、ガラス出てきた。じゃ、ガラスはこれで一応全部揃った感じかな多分。もしかしたら、パーツしまうつもりじゃない、ちょっと明日さ、ね、後で探せばいいか。一応これで、床下の向きだけ合わせて。まあ、ガラス入れちゃってるつもりじゃない、すいませんね。めちゃくちゃ簡単なんですよね。ガラスの向きってこれ基本的に多分ないよね。なんかハモリがあるな。入ってる。こんな感じっすかね。はい、こんな感じですね。一応これ、モハの102なのかな ?102 でいいんだよね、これ多分。そうですね、102ですね、パンタナ下なんで。まあ、ところどころね、やっぱりこういう風にね、オレンジがちょっと下地出ちゃってるんで。で、つまめ本当はこれ黒にしなきゃいけなかったんですけど、今回略して、そのままにしてます。で、次がモハですね。でもさ、先頭車のさ、ライトプリズム1個足りないんだけど、大丈夫かな？あったあったあった。危ない危ない、なくしたかったんですよ。よいしょ。で、モハがこちらですね。一応こんな感じ。まあ、稲光なのか、まあ、そういうデカールに対してこんな感じですね。一応、前回のさ、USJ のやつって、俺、サフ吹いて、トップコート吹いてないですけど、やっぱりトップコートは吹いた方が良さそうですね。まあ、前回のやつ作り直すか。まあ、どうにか考えて、まあ、そのうちやりたいかなと思いますけどね。分解するのめんどくさいなら室内灯入っちゃってるんで。ちょっとね、あいつはね、トップコート吹きづらいんですよね。室内灯抜いて、ガラス抜いてのもう一回、これ全分解ですから。ほんと、あの時にちゃんと吹いとけばよかったんですけど、まあ、その吹くっていうこと俺知らなかったんで。まあ、こんな感じですね。あーなんか朝飯食ったけど、なんか朝飯食ったら眠くなってきたな。俺ね、何日か前かな、多分月曜日かな。まあ月曜日の俺、まあ YouTube に動画出てわかると思うんですけど、浅草線の徘徊見に行ったんですよ。で、その日の朝ね、俺昼寝したら行かないつもりだったんですけど、俺ここの隣にね、N ゲージのターンなんですけど、そこにね、おでこゴンってぶつけて、今4日、3日目、ぶつけて4日目なんですけど、めちゃくちゃおでこ痛いんですよ。だから俺寝るときとかも湿布張ってるんですけど、今。ね、それでね、なんかね、頭が痛えば眠いわなんですよね。まあ、くだらない話なんですけど。一応、2号車ですかね。ボディはこんな感じでございますと。まあ、ここはね、ちょっとスパイダーマンチックなのがあるのが2号車ってところですかね。こんな感じ。あれ？なんか入りづらいな、この車。何が原因なのかな？入りづらいな。ガラスはちゃんと入ってるな。いや、ガラスがちゃんと入ってなかったですね、ここ。一応押し込んだ、いるんですけどね、ちゃんと入れたときに。大丈夫ですかね、これで。で。大丈夫そう。ねっと。こんな感じですね。あとは浮いてる屋根なのね。こんな感じ。まあだから実車の多分ね、これ種車の屋根そのまま生かしちゃってるんで、もしかしたら実車とクーラー形状が違うとかっていうのは、多分あると思うんですけど、まあこれクーラー一体成形なんでね、いや、あれ一体成形だっけ、まあ、外れるとどうかわかんねえんだけど。外れたら外れたで交換できるし、外れなかったら全然なかったって感じなんで、まあめんどくせえんで種車そこまで調べてないんで、俺申し訳ないですけど。そこはね、いか略っていうのが俺の得意技。あ、一応クーラーは分解できるんですね、これ。こんな感じで接着剤固定みたいですね。だからほんと外せれるっちゃ外せれるのが。まあめんどくさいからこのままでいくけど。で、1号車ですね。こんな感じと。で、反対側ですね。で、この車両ちょっとデカールハンドここ失敗しちゃったんですよ、ここ。見てわかると思うんですけど、光加減で言ってわかるかな。綺麗に一応繋いだんですけど、こう、ちょっとね、
折れちゃって、でここのなんつうのガラスの、これガラスのところって白模様になってるんですよ、デカールが。デカールの白目が思いっきりずれちゃったんで、まあこれ反対側にあったやつ、まあそのままどうにか切り付いて、こううまくやったんですよ。じゃちょっとね、もしかしたら切り付き跡がね、ここ乱すかな、ここ。こうピーってね、このなんつうの、その足掛けのところにピーって線が入ってると思うんですけど、これ切り付いた跡なんですよ。で、この辺のどっかで適当に切り付いたんで、多分この辺にもあると思うんですよ、その跡が。どうにかね、なるべく目立たないようにやったら、まあうまく目立たなくなったんですけど、まあ皆さんも春菜はちょっと注意してくださいね。どうやって入れたらいいのかな。あ、やべ、その前にこれステッカー外しちゃおう。一応これ本当は今回ステッカー全部ついてたんですけど、綺麗に剥がしたつもりだったんですけど、ところどころ紛失したんで、中のステッカー買い直してこれ貼り直します。だから一応これ今大阪環状線になってるんですけど、まあ、新しいタイプ、8両時代のやつ。8両時代のやつも古いやつかどうかわかんないんですけど、まあ調べながら行きたいかなと思いますね。一応、なんつうの、そのデータに関しては YouTube にいっぱいね、他の鉄道マニアが撮ってくれた動画がいっぱいあるんで、まあ、それを資料にもできるんでね、全然。やべ、向き間違えちゃった。なんか入りづらいのかな、なんでだろう。あ、違うわ。デカールに穴開いてるんだ、これ。そうですね。ここ穴開け忘れてますね。プリズムで開けちゃいましょうかね。本当はシャーシンかなんかが一番いいんですけど。大丈夫かな。穴は開いたっぽいけど、まあ、様子見ながら、そうですね、後で写真で穴開け直してもいいので。こっち側がちょっと穴はちゃんと開いてませんね。ぐらいなら、どうしようかな、写真で開け直そうかな。基本的にこういう穴のやつって、まあ、その、ちょっとち、まあ、それよりちょっと小さめの写真が、まあ、ピンバイスで開けるってやり方があるんですけど。今もう一回開け直したんですけど、どうかな。あ、でもこっち側がちょっと問題ですね。あ、でもこっち側うまく開いてるっぽいんで、まあ大丈夫としましょうか。まあ光がね、ライトがついてるのが見れればいいんで、まあ近いうちにどっかで試運転して、でもしついてないようだったらね、まあもう一回写真かなんかで開け直しましょうかね、ここだけ。まあそれがやったら簡単にできるんで。で、屋根はこっちか。ですね、あれ、止まんね。OK。まあ、こんな感じかな。一応、これでね、編成としては全部終わりですね。で、残った中間者2に関しては、まあ、あれ遊びで作ってるだけなんで、まあ、一応、まあ、そうですね、動画外でこっそり終わらしてって感じかなと思いますね。やっと終わりましたからね。まあ、あと残ったそうですね。多分あと大阪環状線全部で4本あったのかな、ラッピング電車って。まあその残った4本を、まあ残った3本が正式な。だからどうやって頑張るかね。まあ201キロ合わせると4本ぐらいになるのかな、一応は。とりあえず短期間で頑張りましたからね、デカール貼り付け。特に全車今年入ってからの作業がメインだったんで。そうですね、俺にしては、そうですね、俺にしてはよく種車が一両もお釈迦にならずに完成したかなっていうのが本当不思議っすね、自分でも。俺結構短期な性格なんで、まあ最悪1、2台ぐらいはね、種車が。お釈迦になる計算はしてたんですけど、まあ、運が良かったのか。まあ、全社みんな健康にね、出場できそうなので。つまりガラスがちょっとハマっててうぜいけど。ダメだ。一回入れ直した方がいいな、これ。ちょっと待ってくださいね。無理。これさ、純正売れたんじゃなかったからさ、確か。無理やりやってるから、ちょっとこれ、合わないんだよね。ポンの売れたんでどうにか対応してるんですけど、こういう風にね、ちっちゃいパーツとか入れてるから。これね、フォローね、1個ね、落ちてて見つけたんですけど、どっか変なとこに置いといたら行方不明になっちゃったんだよね。
まあ、中間車だけなんか買って探したりしてもいいんだけど、まあ、最後掘らなくてもいいんだけどさ、別に。サハなんで。まあ、なくていいわ、ちょっと失礼かもしれないけど。接着剤でこれ固定しちゃってもいいのかな？ウレタンぐらいは。ピート。これセロハンテープで止めちゃおう。めんどくさいから。どうせこれ使わないしね。最近のマイクロってこのカプラーアダプターついてないやつも多いんですけど、別に入ってても使わないからね。やるなら TN 化だよね。うぜえな、ここの感じ。お待ちくださいね。よいしょ。に向かってきたなんか。よいしょ。なんか朝飯食ったら、なんかパン食ったら眠かってきたから、ちょっと YouTube 見ながらゴロゴロ過ごそう。よいしょ。危ない危ない。しかも屋根だけこっち入れとくか、どうせサーで同じ屋根だしね。よいしょっと。はいよ。一応こんな感じで、そうですね。一応今現在手掛けているデカールの車両は、全部無事、落成ってことに、したいかなと思います。またね、気が向いたら何か作るときはね、Twitter なりで何なり告知しますんでね。興味がある方は。まあそうですね。俺の Twitter 的にフォローしなくていいですよ。俺結構 Twitter で無駄話とか結構いろんなことをバッカツイートしちゃうんで。多分ね、俺のツイッターフォローするとね、他の人のツイッター多分流れる可能性高いんですよ。なんで、あんまりね、なんつうの？だから俺のツイッターはね、基本的にはね、フォローしないことをお勧めします。本当にね、アホなことばっかりツイートしてるんで。ちょっと待って、これね、売れたんだ、ここギリギリ危ないんだよね。まあ一応こんな感じかな。あ、ぶねえ、カメラ殴っちゃった。かなと思います。まあ一応ね、そうですね、今日と木曜日なので、まあ明日か週明けの火曜日にでも、まあちょっとどっかのポポン出たか、まあでっかいレイアウト言って。まあ、試運転はしたいかなと思いますね。いや、でも本当よく今回きちんとね、このラッピング電車、トータル何台だ？山手線が11か。そうですね、山手線11両。大阪環状線一応6両か。まあ、デカール買い直しはあったんですけど、で、鬼滅が7両。で、鬼滅7両、大阪環状線6両。11、6で17、鬼滅で7、24。で、新幹線が、12だから36両か。まあ、トータルそうですね。この短期間で36両ですね。よく頑張ったなと自分でも感心しますよ。結構疲れたんですけどね、おかげで、ここ最近は。まあ、というわけで、ね、もう今日は本当に残り休日にしたいと思いますんで、これで終わりにしたいかなと思います。一応ね、N ゲージの出荷情報あったら案内してもいいんですけど、最近案内しないんでね、自分に関係ないからって。そうですね、気が向いたら案内したいかなと思っております。というわけで、これで終わりたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。